ように感じたことがありますか？もし感じたことがある人は、その時どのように感じたのでしょうか？今までの人生で後悔はありませんか？私はアリリムで死について私と関係のないもののように感じてました。しかし、私のいつも近くにいるいとこが、癌を恐れた時、その考えがいっぱいしました。で、私の家近くに、癌治療で有名な先生がおり、彼女は頻繁に私の家に泊まりに来ました。で、毎晩、癌の痛みで苦しんで、で死にたいと泣いている、姿を見て、彼女の痛みを分かろうとしましたが、私には無理でした。その後は間もなく、約30歳という若さで彼女が命を落としました。で、彼女は死を目の前にして、今までの人生に後悔はなかったのでしょうか？でも、もっとやりたいことがあったのではないでしょうか？今、彼女の口からその答えを聞くことができませんが、皆さんに聞くことができると思います。皆さん、後悔のない人生のために、時間を効率的に使っていますか？人生はいつ終わっても不思議ではなく、二度とないのに、私たちはその人生を、その時間を効率的に使うことができてますか？私はできてないと思います。面倒くさいからやらない、時間がない、どうせできない、この時期は落ち込んでいる、やる気が出ないのと言い訳にして、時間を無駄にしてしまっている私たち。でも、わずかな時間しかない人生なんだから、何が起こるかわからない未来のために、今のうちいろいろやってみて、いろんなことにチャレンジして、で未来に投資しましょうと伝えたいのが私の主張です。で、どのようにして未来に、どのようにして時間を効率的に使うかって言ったら、こういう循環を作ってみました。まずは、時間を効率的に使うためには、ポジティブになることが大事だと思います。で、ポジティブになったら、前向きになって自分が何でもできると信じることができて、自信が出て、で、いろんなことにチャレンジして、で、さまざまな経験ができて、で、いつの間にかその、さまざまな経験の中で成功経験もできて、で、成功経験の中でまたポジティブになって、で、また、自身を出してみたいな感じで、この循環を良くすることで、つまりいろんな経験を重ねることで、私は時間を効率的に使うことができると思います。例えば、言語を勉強して初めて数学の仕事が来ました。で、最初からできない無理ではなくて、できるとポジティブになって自信出してやってみよう。で、やってみようと思ってチャレンジ します。で、チャレンジすることで、またいろんな経験ができて、でいつの間にかその数学することで、成功経験までできて、で、成功したら、当然のこととしてポジティブになって、で、一回やったからまたやれると、自信が出て、また行動力が増えていってみたいな感じで、この循環を良くすることで、時間を効率的に使うことができると思います。で、もっと具体的に言いますと、一番簡単のは、夢を持つことですね。夢を持って、もし夢を持ってで、夢に向かって、頑張ったらいくらでもポジティブになれると思います。しかし、夢を持ってない人はどうすればいいって言ったら、まずは勇気を出して、少しでも興味あることに向かってちょっと頑張ろうと思います。で、その興味あることについて頑張ってて、またその興味あることと関わりのある人間と連絡を取って、関係を取って、またその関係を増やすことで、もっと、仲間もできると思いますし、で、また、もっと時間を効率的に使うことができると思います。で、まとめて言いますと、未来に投資するためには、いろんなさまざまなことにチャレンジする気力が必要となるため、すでに物事をポジティブに取れる必要があると思います。ご清聴ありがとうございました。